ヘンリー・ウォード・レンジャーはアメリカ合衆国の画家である。19世紀末から20世紀の初めのアメリカ合衆国における風景画のスタイル、トーナリズムにおいて指導的な役割を担ったとされる。コネチカット州、ニューロンドン軍の海岸の町、オールドライムに集まった芸術家たちのリーダーでもあった。ニューヨーク州のリビングストン軍のゲネセオで生まれたと推定され、シラキュースで育った。 父親は商業写真家で、後に絵の教師もした人物である。両親から絵を学び、2年間、開校間もないシラキュス大学で学んだ。この学校で美術を本格的に学んだ。父親の写真スタジオで働きながら、水彩で風景画を描くようになった。1878年にニューヨークに移り、ニューヨークの新聞に音楽や、 月期の評論を寄稿しながら美術の修行を続け、1883年に小持ちの女優と結婚した。結婚後、家族でヨーロッパに渡りパリを訪れた後、オランダのラーレンに滞在した。ラーレンではハーグ派の画家たち、ヨゼフ・イスライルスやアントン・モーブ、ヤコブ・マリス、ウィレム・マリスといった画家たちと活動した。ハーグ派の画家たちが描く風景や、 雲に覆われた空などのスタイルを作品に取り入れた。1880年代の後半にはサロンドパリに作品が受理され、オランダ人のコレクターに作品が買い上げられるようになった。アメリカに帰国すると1888年にニューヨークにスタジオを開き風景画を描き、1892年はニューヨークの画廊で古典を開き、好意的な批評を得た。アメリカ合衆国における 風景が形の中で指導的な立場になり、そのスタイルをトーナリズムと称したのはレンジャーだとされる。1894年にはアメリカ人の作品を専門に扱うがろうマクベスギャラリーで展覧会を開いた。1899年夏にコネチカット州ニューロンドン郡の海岸の町、オールドライムを訪れ、地元の名家の女性で屋敷の一部を来客に貸していたフローレンス。 グリスールドの屋敷を訪れ、オールドライムを芸術家村にすることに貢献した。1900年には仲間の画家のルイス・コーエンやヘンリー・ランキン・ポーレ、ルイス・ポール・デッサ、ウィリアム・ヘンリー・ハウラとオールドライムを訪れた。オールドライムは1903年にアメリカにおける印象派の代表的画家、フレデリック・チャイルド・ハッサムが訪れることによって印象派のスタイルが広がることになった。 レンジャーはオールドライムから 30km ほど離れたノアンプに住まいを移し森や海岸の風景を描き印象派の影響も見られるようになったとされる人気のある風景画家になりレンジャーが亡くなった後1917年に競売にかけられた100点以上の作品の価格は亡くなった画家の作品につけられた最高の平均価格であったとニューヨークタイムズが 報じたが、1930年代には、そのスタイルが時代遅れであると人気を失うことになった。ありがとうございます。